羽生譲るの新写真集、羽生譲ーる、ここをの原動力、ダイナミックな姿を、みな美香が捉えた思考の表現。2023年11月11日、日本中のスケートファンと写真愛好家が待ち望んだ瞬間がやってきます。世界最高峰のフィギュアスケーター、羽生譲るの新しい写真集、羽生譲ーる、ここをの原動力が発売されます。この写真集は、著名な写真家みな美わが取り下ろしたもので、 発売前から大きな話題となっています。この記事では、羽生結弦の新写真集について詳しく紹介し、その裏にあるストーリーを探ります。羽生結弦、孤高の表現者。羽生結弦は、日本を代表するフィギュアスケーターであり、その魅力は国内外のファンから絶賛されています。彼の繊細な表現力、優れたスケーティング技術、そして独自の魅力は、多くの人々を魅了し続けてきました。 しかし、この度、彼の新しい写真集が発売されることで、彼のファンには新たな側面が紹介されることでしょう。皆川美香、写真の巧妙が捉えて、写真集、羽生譲る、孤高の原動力の特筆すべき点の一つは、写真を撮影した著名な写真家、皆川美香です。彼女は日本を代表する写真家の一人で、その作品は芸術的で斬新な視点を示しています。 皆野ワミカが羽生結弦の写真を撮影することで、スケートの美しさと芸術の融合が生まれました。皆野ワミカは、羽生結弦の写真を撮るために彼の個性やスケートの魅力を最大限に引き出しました。彼女の視点とアプローチは、この写真集に新たな次元をもたらし、羽生結弦の表現を際立たせています。写真集の内容、波乳譲る、孤高の原動力には、 皆川美香が取り下ろした64枚の写真が収録されています。これらの写真は、様々なシチュエーションで羽生結弦を捉えたもので、そのダイナミックな一面から感受性豊かな一瞬まで、彼の多様な表現力を表現しています。一部の写真では、羽生結弦は真っ赤な衣装で登場し、その表情は引き迫るものとなっています。一方で、美しい藤棚の前で儚げに立つ写真もあり、 そのギャップは彼の魅力をより一層引き立てています。写真集には彼のスケーティングとアーティストとしての側面が共存しており、その独自の魅力が存分に表現されています。インタビューと言葉。この写真集には、スポーツライターの松原孝臣によるインタビューも収録されています。松原孝臣は長らく羽生譲弦を取材し、その視点から彼の言葉を引き出しました。これらのインタビューでは、 ハニュー・ユズルがスケートに対する情熱や表現について語っており、ファンにとっては貴重な洞察を提供しています。彼の言葉は、彼のスケートキャリアの次の段階に進む上での指針となるでしょう。ハニュー・ユズルの伴奏者たち。写真集の中では、ハニュー・ユズルのキャリアにおいて、彼を支えてきた3人のクリエイターに焦点も当てられています。音響デザイナーの矢野圭一、ピアニストで楽曲制作を担当する清塚信也。 そして衣装デザイナーの伊藤さとみによるインタビューが収録されており、羽生結弦の表現を支えるために彼らが果たした役割が明らかになります。彼らの協力により、彼のスケートパフォーマンスはより一層素晴らしさを増しています。写真集発売を記念したパネル展。写真集の発売を記念して、日本国内の47都道府県の書店でパネル展が開催されます。特に銀座の津田屋書店では特別展示が行われ、 ひときわ大きな写真が展示されます。この機会を生かして、羽生結弦の魅力を再確認する良い機会となるでしょう。羽生結弦の新写真集、羽生結弦、孤高の原動力は、彼の表現力を見事に捉えた思考の作品となっています。皆川美香の巧みな撮影技術と羽生結弦の魅力的な表現が見事に融合し、その結果、写真集は彼の多様な側面を豊かに表現しています。 この写真集は彼のファンにとってはたまらない一冊となることでしょう。写真集発売を記念したパネル展もファンにとっては彼の世界に一層没頭する機会となるでしょう。